皆さんはベルサイユのバラ、通称はベルバラという日本のアニメをご存知かと思います。ご存知ない方のために概要を説明します。ベルバラは日本人漫画家池田理代子さん、詳細は後日、制作の漫画作品で週刊マーガレット、集英社に1972年の21号から1973年の52号まで掲載され、その後40年以上にわたって世界中で愛読されているロングセラー作品です。今回ご紹介するのは、あるフランス人女性のベルバラに関するエピソードです。果たして日本のベルバラはフランス、いや世界中でどれくらい人気があるのでしょう。早速ご紹介します。ベルバラとは、この作品はフランス革命前後のベルサイユを舞台に、男装の霊人オスカルとフランス王妃マリー・アントワネットらのドラマティックな生涯を描いた物語です。史実をもとにしたフィクション作品で、フランス・ブルボン王朝後期、ルイ15世末期からフランス革命でのアントワネットの処刑までを描いています。前半はオスカルとアントワネットの2人が中心のストーリー、中盤以降はオスカルが主人公となり、フランス革命に至る悲劇のストーリーです。ブルボン王朝の期間、1589から1792、フランス革命、この間中断、1814から1830、7月革命。池田さんは独自の歴史観でこの漫画を制作したのではありません。オーストリアの作家、シュテファン・ツバイクの小説、マリー・アントワネットを読んで感銘を受けたからです。この作品のあらすじ。フランス王朝の宮廷、そこは世界一華やかで、贅沢さを競争し合うセレブたちの集いの場です。時は18世紀後半、若き皇太子妃として、オーストリア、ハプスブルグ家よりマリー・アントワネットが嫁いできました。当時彼女は14歳、明らかな政略結婚でした。皇太子夫妻を護衛するのは、男装の霊人、オスカル・フランソワ・ド・ジャルジュです。宮廷では愛くるしいアントワネットへと人気が集まりました。ルイ15世の愛人、デュバリー夫人は、それまで自身が社交界を牛耳っていたので、よそ者が来たことが面白くありません。日本でもよくある、嫁と姑との意見対立です。皇太子妃と国王愛人との対立で、宮廷では騒動が起こり、ベルサイユ宮殿は騒乱の毎日です。そして対立はオスカルをも巻き込み、やがて国際問題へと発展しました。フランス革命で王政は廃止され、裁判で一族は処刑、アントワネットも断頭台で死刑となりました。当時彼女は37歳でした。この漫画のその後は、漫画は予想以上の売れ行きでした。このベルバラ、宝塚歌劇団が舞台化したところ、連日の超満員で大好評。さらに1970年代末には、実写映画やテレビアニメなどが制作されることとなったのです。詳細は後述します。この社会現象、まだまだ続きました。舞台や映画やテレビで有名になっただけではありません。新書版、文庫版、愛蔵版など数多くの書籍としても発売されたのです。海外ではフランスでベルバラが再アニメ化されました。このことは、それ本当？嘘でしょ？という印象を持たれた方がいるのではないかと思います。しかしこれは歴史上の真実、詳細口述です。ちょっと話が脱線しますが、漫画、アニメ、ゲームなどの日本のサブカルチャーはクールジャパンと呼ばれ、世界中から高い評価を受けているのです。特にアニメは近年国際的に高い評価を受け、
今では日本経済を支えるほど大きな産業に発展しました。日本イコールアニメの国という外国人もいます。ベルバラがフランスで高い評価を受けていることは、自国が舞台になっているのですから言うまでもないことです。フランス人とベルバラ、私は一フランス人女性で、職業は専業主婦です。私は最近のニュースでびっくり仰天したことがあります。そのニュースとは、ベルサイユのバラの再アニメ化です。フランスではベルサイユのバラが日本人漫画家の池田理代子さん制作のアニメであることを知っている人はたくさんいます。フランス革命前後のベルサイユを舞台にしている作品です。王家の跡取りである断層の霊人オスカル・フランソワ・ド・ジェルジュと、隣国オーストリアから嫁いできた純真無垢な王妃マリー・アントワネットの愛の生活が美しく描かれています。私もそのようなベルバラが日本で劇場版で復活すると聞いて、そりゃもう嬉しくて嬉しくて、もしフランスで劇場公開されたら絶対に行きます。毎日毎日情報をチェックしています。私がベルバラに夢中になった理由、私がベルバラになぜ夢中になるかというと、それは母からの影響です。母は元からベルバラの大ファンでした。ベルバラは母が子供の頃にフランスではアニメ放送されていたそうです。今では一般書店でフランス語版の DVD やコミックスも発売されています。私の自宅にも DVD やコミックスがあります。私が小学生か中学生の頃、母に勧められてアニメを見始めると、その内容の美しさに引き込まれて夢中になってしまいました。最初はフランス革命前後の教育用 DVD のような気がしましたが、その先入観は完全に間違いでした。ベルバラの最初は1970年代の初頭で、アニメ化されたのは1980年のことです。その動画から受けた私の印象は、古臭いというだけで心に残るものはありませんでした。私が子供の頃は現在のレベルほどではないにしても、優れた作画のアニメはありました。このアニメを見た最初の私の感じは、また古くからの教育用商材かでした。私は母に聞いてみました。この古いアニメは何ですか？これは私が子供の頃に見た30年近く前のものよ。古いけど内容は素晴らしいのよ。この母の返答に、私は逆に肯定的な気持ちになりました。今となっては古臭いという気持ちがあるけど、30年前となると話は別です。30年前にこんなにも優良なアニメがあったことに、私は愕然としました。この事実を知ってから、私はベルバラが大好きになり、その魅力から逃げられなくなってしまったのです。それからしばらくの間、私はベルバラに夢中になってしまいました。母は私がベルバラに夢中になったことに驚きました。あなたはベルバラが大変気に入ったようですね。今度は別の日本のアニメの DVD を買ってみようか。実は私も欲しいの。え、それはどういうことですか？私は母が変なことを言うなと思いました。すると母は再度同じ言葉を繰り返し、いや、だから同じ日本のアニメの DVD を買うのです。あれ、これが日本のアニメの DVD だと言ってなかったですか？私は大変驚きました。私はこの事実をこの時初めて知ったのです。母は言ったつもりだったのかもしれませんが、フランスの過去の歴史事実を題材にしていたし、私が学校の歴史授業で習ったこともあったので、これはフランスで作られたアニメだと 100% 信じていたのです。日本製とは夢にも思っていなかったのです。日本のアニメによるカルチャーショック。今の時代、
日本のアニメは世界中に出回っているし、フランスでは漫画の売り上げの半分以上が日本の作品です。というわけで、日本のアニメが優秀であることは十分理解できるのですが、当時の私にとっては大きなカルチャーショックでした。フランス人がフランスを舞台にしているアニメに熱狂している。そのアニメを制作したのは日本人。こういったことが現実としてこの地球上で起こっている。このような現実を知らない人が多いと思います。逆を考えてみれば明らかです。フランス人が日本を舞台に侍のアニメを制作したとします。日本人がそのアニメにどれだけ関心を持つでしょう。親子2代で関心を持つわけがありません。私はこの時、日本のアニメが世界中でトップレベルにあることを実感しました。ちなみにベルバラは、母が子供の頃はフランスでは大人気のアニメでしたが、人気はフランスだけでなく、イタリアでも放映されていて大人気だったようです。今はこのことは世界中で知られているのでしょうけれども、私はこの事実に驚き、ますますベルバラにのめり込んでしまいました。そして現在私の家にはベルバラのフランス版のコミックスと DVD が全巻セットであります。私には子供がいないけど、子供が生まれて小学生くらいになったら、母親と3人でベルバラの魅力について語り合うのが私の夢です。なぜ日本のアニメは世界的に有名になったか。さて、なぜ日本のアニメ、ベルバラは、これほどフランスだけでなく世界中で有名になったのでしょう。それは作者の池田理代子さんが徹底的に歴史を取材したことにあります。彼女がこのアニメ制作に着手したのは24歳でした。信じられますか、皆さん。この若い女性がフランスだけでなく世界中で有名になるアニメを作ったんです。私が24歳の時は特別なことを考えないのんきな女性でした。将来に向かって大きく羽ばたこうとか、あるいは大政を志すとか、大それた夢は全くなかったです。笑ってください。実は今でもありません。かつて日本には少女漫画の歴史ものはヒットしないという定説があったそうです。池田さんはその定説を努力一筋でものの見事に破りました。彼女は本当に素晴らしい女性です。漫画クリエイターという職業は先天的才能だけだと思っていたんですけど、大ヒット作の裏には作者の並々ならぬ努力があったのです。このアニメがヒットした理由の一つに、作者の池田理代子さんが歴史を猛勉強したことがあることを知らない人が多いのではないでしょうか。ベルバラの連載は1972年から1973年の週刊マーガレットです。そして2014年からは約40年ぶりに新エピソードの単行本が4巻刊行されています。累計発行部数はなんと2000万部以上です。脅威以外の何者でもありません。かくしてベルバラは日本少女漫画の金字塔になったというわけです。ひょっとしたら日本だけでなく世界の金字塔かもしれません。さらにベルバラはメディアミックスのパイオニアとも言われています。メディアミックスとは複数の媒体を組み合わせることで宣伝効果を高める広告戦略のことです。具体的には小説や漫画などのコンテンツを別のメディアに展開することです。今では一般化されていますが、当時はあまり知られてはいませんでした。しかしベルバラはこの常識を打ち破りました。宝塚歌劇団による舞台化。宝塚歌劇団は連載終了の翌1974年、
舞台化の公演を実行に移しました。付け加えますが、公演に踏み切ったきっかけは、ベルバラを宝塚歌劇団で上演してほしいという一ファンからの投書だったそうです。このファンの投書は、歴史を動かしたといえば少々オーバーでしょうか。その後もベルバラはミュージカル、ゲーム、海外キャストによる実写映画化など多方面のメディアに展開されました。またこの作品が今日まで長きにわたって人気を保ち続けたのは、当時の世相に対する批判があったからとも言われています。現代以上に男性上位であった当時のフランス社会で、己の信念を貫き乱世を生き抜いた気高く美しいオスカルの生き様は、当時の女性たちに大きな衝撃を与えたと思われます。このようにしてベルバラは日本で大きく成長し、世界中から注目される作品となりました。以上がエピソードの概要です。以下は海外スレッドに寄せられた反応です。その一部をご紹介します。海外の反応。日本のアニメには有料作品が多いです。僕はドラゴンボールやナルトなどの少年漫画をよく読みますが、ベルバラにも関心が出てきました。徹底的に歴史を研究してから制作する著者の熱意に感動しました。フランスに対する日本人の親近感、尊敬感を感じました。ベルバラは後の世代に長く残しておくべき芸術作品です。またフランスと日本の親善関係の証といえます。フランス人には親日家が多いと聞いています。ベルバラの影響でしょうか。日本のアニメの品質はかなり高いようです。40年以上前から日本は毎年のように世界中に通用するヒット作を生み出しています。これはフランスが舞台の作品です。こんなにも優秀な作品を作る日本人の頭脳は一体どうなってるんだろう。以上が海外のベルバラに対する反応の一部です。作品の舞台となったフランス人を感動させたのですから、ベルバラは素晴らしい作品であったことは間違いありません。そしてその裏には、作者の池田理代子さんが並々ならぬ歴史の勉強をしたことも私たちにとって感動的です。これからも彼女は数々のヒット作を世界に送り出してくれるでしょう。そしてベルバラの再アニメ化も楽しみです。花子の追加情報。池田理代子さんについて、これまでの記述で池田理代子さんには他にアニメはないのかな、どんな経歴なのかなという関心を寄せられた方がおられるかと思います。ごく一部ですが記します。池田さんは漫画家だけでなく声楽家、歌人でもあります。社会派作品や歴史ロマンなど様々な名作を生み出しています。1947年大阪府生まれ。6歳よりピアノを始める。1967年東京教育大学、現筑波大学文学部哲学科在学中のバラ屋敷の少女で漫画家としてデビューしました。1972年連載を開始したベルサイユのバラが空前の人気を博しました。前述。1980年オルフェスの窓で日本漫画家協会賞を受賞しました。40歳の頃は更年期障害やうつ病等も患っていたそうです。1995年47歳で東京音楽大学声楽科に入学。卒業後はソプラノ歌手として舞台に立ち、オペラの台本や演出も手掛けました。翌年、日中青年文化交流の集いに招聘され、北京で舞台に立ち好評を博しました。故東敦子氏と有名人に支持。2004年
フィガロの結婚等の有名オペラにも出演。小林健一郎指揮のもと、ブダペストコンサートオーケストラとともに、ブダペストの芸術宮殿とウィーンのシュテファン大聖堂においてソリストを務め激賞されました。2005年ショパン国際フェスティバルのゲスト歌手として世界トップクラスのピアニストたちと共演しました。2009年マリー・アントワネット自身についての歌曲の CD ベルサイユの調べをリリースするなど日仏文化交流への貢献を認められ、フランス政府からレジオン・ドヌール勲章を授与されました。この年はこの他にも多方面に精力的に音楽活動を展開しました。2020年歌人として第一歌手寂しき骨を上司しました。2021年8月フィンランドにおいて新作オペラ眠る男が上演されました。以上のように多方面に大活躍している女性です。漫画以外にも著書、共著多数あり、音楽 CD もあります。さて今回の動画を視聴してのご感想はいかがでしたでしょうか。ちょっとでも面白かったら高評価ボタンとチャンネル登録をお願いいたします。花子がお伝えいたしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。